皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。さて、今日はラジコン飛行機の飛ばし方講座第7回、まずは調整してもらおうについて話しましょう。本当は旋回の前に話す内容でしたが、まあそんなこともあります。さて、皆さんが初めてラジコン飛行機を購入したら、多分上手い人に調整してもらう必要があります。が、多少の注文を出す必要があるでしょう。なので、このように頼んでください。8の字飛行の練習に適した速度でまっすぐ飛ぶように、手を離していても飛行場の隅から隅まで飛ぶように、早すぎる場合は徐々に上昇するように、遅すぎる場合は徐々に降下するように。よくわからないと思いますが、これで重心、サイドスラスト、ダウンスラストの方針が決まります。本当に上手い人が本気で調整すると、どうやってもまっすぐ飛ぶ飛行機ができます。すると、速度が速いのか遅いのか、素人には判断できなくなるので、それを防ぎます。また、素人は、ずっと操縦桿を引っ張っているべきだ、という、謎の宗教があるのですが、そんな必要はありませんので、それを防ぐ意図もあります。あと、2機目からは、自分で初飛行して調整しましょう。練習機は飛行だけでなく、調整の練習にもなります。特に、若い人は、一瞬で周囲を追い抜きますので、練習機を飛ばしている間に、調整の練習もしましょう。そうしないと、周囲の人には飛ばせない高度な機体になってから、初めて初飛行に挑戦する羽目になります。今日の内容は面白くなったですよね。まあ、そんな日もありますので、高評価とチャンネル登録はお願いします。それでは、ゆずきゆかりがお送りしました。